で今年も200件、300件以上の、まあ、カウンセリング、コーチングいろいろやってきましたけれども圧倒的に私のところに多い相談が仕事辞めたいなんですよ。仕事辞めるべきか続けるべきかどうしたらいいですかって悩んでるそういうまあ男性も女性も,もうそれこそ20代の若者はもちろん40代、50代の方に至るまで本当に仕事どうしたらいいのかこのままでいいのかと。 うんえー、大きく分けて二つありますね。今の仕事にすごく問題、悩みを抱えてるから、もう辞めたい。けど辞めていいのかって悩んでる人と、で今の仕事にそこまで不満があるわけじゃないんだけど、でも、 俺、もっといろんなことできるんじゃないかなとか、もっと俺の中には可能性があるんじゃないかなって言って、やめてもいいのかな、どうかなって悩んでる人。まあこんなことをね、いろいろ私のところにこうご相談いらっしゃるんです。で、そんな中で皆さんが私にこう聞かれるのが、ヒロさんっていつどんなタイミングで仕事辞めたんですかってよく聞かれるんですね。で、私が仕事を辞めたのは2011年の3月12日です。私は2006年まで、あの、 メジャーーデビューまでしてててプロのミュージシャンやっでててですねで父が入院したことをきっかけに名古屋に東京に住んでたんですけど名古屋に帰ってそして一旦サラリーマンになりましたでそこから5年ぐらいずっとサラリーマンであのいわゆる東日本大震災があるまではあのブラック企業にちょっと勤めてたんですねで私自身の中でも本当に俺こ,このままでいいのかなとある意味受け入れて とこももありますしねもう俺の人生こんなもんなんやろと。うん。なんかこうやって、うちのお父さんでも、 いっぱい嫌なこともあったけど、嫌なことを耐えて耐えて耐えて僕らを育ててくれたわけだから、えっ、ー、と、子供の目から見ると決して楽しそうではなかったし、幸せそうではなかったけど、でも頑張ってるお父さんの姿もあったので、あ、僕もやっぱり仕事全然楽しくないし、この会社本当にちょっとしんどいけど、まあ、耐えて頑張らなきゃいけないんだろうなでもこのままでいいのかなみたいなふに悩んでる時期でもあったわけですよね。 で私、そのままね、東日本の震災があったのが3月でしたけれども、4月以降は、えー、その会社の中でちょっと出世も決まっていて、さて、そう、どうしようかなという状況でもあったわけですけれども、そして、えー、2011年3月11日に東日本大震災がありました。その日に、えー、本当にテレビの映像ですごくあの津波の光景ですとか、本当に火事の光景とかをいっぱいこう、 テレビでやってたわけでで、すよねで。私実は高校生高校1年生の時にあの阪神大震災があってその時にも、えー、学校に休学願いを出してそして一人でヒッチハイクして、えー、神戸にちょっとお手伝いしに行ったという経験があったもんですから東日本の時もああこれやっぱり俺行かなきゃいけないんだろうなときっと行って何かのお手伝いがしたいし行かなかったら絶対自分の中で 一生後悔するんんじゃなないかなと思ってたんですねでところがでももうその時結婚もしてましたしその年ねその前の年に結婚したばっかだったもんですから6月にね妻もいますし「ちょっと待てよと」とね阪神大震災の時はああやってね自分の勢いと思いだけで神戸に行ってお手伝いするということをやったけれどもこの東日本の時は奥さんもいるし。 果たして思いだけでそんなことをしていいんだろうかという思いすごくあったわけですね。で、もう3月11日の夜にこう辞表を書いて、一旦机のように置いてですね。で、これ本当に出していいのかなと迷ってたんですね。そしたらうちの妻がつっと寄ってきて、そんなに悩んでるんだったら私が社長さん特に代わりに出してきてあげようかってこう言ってくれたんです。 もうひっくり返るような思いでいやもうおかしいだろうと普通奥さんだったら止めるだろうとあなたがそうやって思いだけで仕事を辞めて私たちの生活どうなるのよというのがもう普通の感覚だと思うんですけれどもその時に妻は私の、えー、思いを大切にしてくれてそして今すぐ行ってきてほしいと、うん、被災地でね困ってる人がみんな待ってるよひろちゃん出番だよって一言言ってくれて。 もう二人でね、涙を流しながら決意を固めて、よし、これはもうじゃあ、明日、勇気を出してね、辞表を出して、東日本に本当に行かせてもらおうということでですね。で、次の日に、あの、社長と専務のとこに、ね、こう、辞表を持っていきまして、まあ当然ね、あの、専務からは、あの、お叱りも受けましたし、まあ、ちょっと待てよと。 ねえ、あの、君一人が行ったところで、どうなるもんじゃないと私は思うけどね。って、もう、すごく、もう、まっ当な意見ですよね。もう、本当にもう、バカは百も承知で、つって,ってん。で、退職金ももうね、一円もいらないので、今すぐ辞めさせていただきます、って言って。今すぐ被災地に行かせてください、と、本当に迷惑かけて申し訳ありません、という形で、ねえー、荷物を本当にこの、その日に辞めて、そして、荷物、準備をいろいろまとめて、3月14日には、もうね、被災地入りしました。 え、震災の直後の本当に被災地というのはもう大混乱で、ね、まだあの避難所とかそういうものも整えられてないぐらいの、ね、近所のそういう学校の体育館とか、え、学校の教室とかに人々がこう集まってですね、木の実木のままで、で、もう泣けなしの毛布とか防寒具とかを分け合って、もう行政も大混乱しているような、そんな状況の中で私たちはもとにかく情報収集と、そして、え、ね、たくさんまあ食料、 本当に持ってったつもりだったんですけど、私たちが持ってた食料というのは、結局私たちが支援に入った場所に70何人ぐらいが、あのー、避難されてて、その1日半分の食料ぐらいにしかならなかったわけですね。何百食分って持ってたつもりだったんですけど、やっぱりね、本当に食べ物って食べたら終わりなので、あっという間になくなってしまった。でも、被災地の人たちは、本当によくてくださいましたということで、すごく喜んでくださって。で、僕たちは、えー、まず、瓦礫の撤去。 ね、そしてヘドロの処理そういったものをちょっとずつこうお手伝いさせていただきながら、ね、ちょっとできることあったら何でもやろうということで、えー、チームで、まあ、動いてたわけですけれども、ね、そして本当にこう私たちがねまずある石巻の家だったんですけどもう玄関の前に恐ろしいほどのこうヘドロがたまっていてでこのままではで家は崩れ去ってはいなかったんですけどこのままではもう家の出入りができないしおばあちゃんもいるから 危なくてしょうがないということでなんとかこのヘドロをちょっとこうどけていただくことできないでしょうかというね相談を受けたので,で私たちあのいわゆるね、あのー、リヤカーっていうんですかあの台車とかも持ってたもんで、ね、スコップとかその、えー、スコップと、ね、台車を使ってこの本当に玄関の前に溜まったヘドロを一生懸命こう片付けるという作業をやってて、ね、そのヘドロの中に瓦礫と呼ばれるこのものがいっぱい入ってるわけですけどちょっと待てよと。 私たちニュースとかでねもう簡単に「瓦礫瓦礫って言うけどこの「瓦礫ってよく見たら人々のの思思いい出の塊じゃないかと思ったんですね。そこには要は写真が入っていたり本があったり靴や服が入ってたり、ね、冷蔵庫やテレビのそういう部品とかが入ってたりして人々の本当に思い出と生活の塊がヘドロにまみれたものを私たちは簡単に「瓦礫って呼んじゃってるけどこれ本当に。 大切なもんだったんだろうなという思いにもなって、ね、せめてこのゴミのように扱うのではなく、ちょっと大切に扱わせてもらおうと思ってね。で、こうヘドロを一生懸命こう道の脇に避けて、玄関を開けてっていうね、そういうあのお手伝いをさせていただいてたんです。で、さすがにもう寒い東北とはいえ、私たちもあの防寒具、カッパみたいのを着てこう作業してたんですけど、ヘルメットもかぶって、さすがにこう汗もかくので、で、昼ぐらいになってきて、ちょっと一回休憩しようか。で、チームでね、こう近所の公園の あずま屋、ね、こう屋根のあるところで、ちょっと汗もかいて、こう冷えてくるし、寒いねって言いながら、ね、自分たちの持ってったもう缶詰とか、ね、ウィダーインゼリーとかね、あのカロリーメイトとか、そういうので、こうパンとかね、そういうのでこう簡単に寒いねって言いながら、食事をと、とってこう水分補給してたら、通りかかったこう、ね、近所のおばちゃんがいらっしゃって、あの、どっから来たのって言って、あ、私たちあの、名古屋から来たんですけど、 だったらもう汗かいいてて体冷えないってあの「お湯とか持ってきてあげようか」って「うちねあのガスコンロとかがあるからお湯沸かせるからポットに入れて持ってきてあげるね」って言われて「いや私たちもう本当にご迷惑かけるんだそんなの」って言ってたんですけど「ちょっと待っててね」って「ね、カップラーメンとかももしあったらお湯あったら食べれるでしょ」って「ちょっと待っててね」っておばちゃんがそのまま行っちゃって「でああ」って言ってたら。 ね、それこそ10分ぐらい経ってから戻ってきてポットに温かいお湯と、ね、自分たちのそのなけなしのインスタントコーヒーとねこう持ってきてくださってで何日か前に作ったんだけどよかったらこれも食べてねってあの手作りのこう松前漬けお漬物を持ってきてくださって「ね、汗かいたから水分も取ってね」って遠いとこから来てくれてありがとうなんて言ってくれてもう私たちね泣きながらもうその。 前付けをいをて要は自分たちがそういうね極限の状況にあるにもかかわらず、ね、本当に身も知らない要は私たちみたいな勝手にお手伝いしに来ましたみたいな人間になんでそんなにこう思いやりをくださるんだろうと思ってなんてこで人ってやっぱりあったかいし素晴らしいんだろうと思いながらねなんかこう元気づけるちょっとでも元気になってもらえたらと思って被災地にこう行かせていただいたのに逆にこう。 元気と勇気をなぜかもらってしまうっていうそんな経験もね本当にこうしたりですとかあとは当時はもう本当にこう行政が大混乱してますので水道管とかも全部破壊されてしまってますし水がない状況なんですよね。で本当にもううう水水は死活問題なので水をどうしたらいいかっていか ねね、そういう体育館の避難所とかでもわーっとこう大騒ぎになるわけですけどするとこう通達が出されて明日の昼12時にこの体育館の前の道路に給水車が来てそして水を皆さんにこうお配りしますから昼の12時にここで待っててくださいという通達が出されるんですねでそれがこう口コミで広がって明日12時だって,っていう感じで,で私たちはこう作業をしながらねあのそういう状況とかもちょっと確認しながらああそうなんだ明日12時に来るんだななんて思いながら。で その翌日になるともうね朝の9時10時から寒空の下で皆さんが大行列をなしてるわけですね。水って本当に死活問題なので。でそこで一人一本一家族一本ずつ500ミリリットルのペットボトルが配られるとかあるいはもっと困難してるときはもうタンクとかねバケツでもいいのでそこに一人数百ミリリットルの水だけがこう支給されるみたいな状況で。わ朝から すごい行列できてるなと思いながらね私たちこうがれきの作業とかしながらあみんなお水もらえるんだろうかと思ってね朝の9時10時から並んで結局行政混乱してるので12時ちょうどになっても全然水が来ないわけですよねで12時半になって1時近くなってもまだお水が来ないとでもみんなダウンジャケットもないようなもう寝るシャツみたいの1枚着てるようなね男性とかがこう3月の東北 どれだけ底冷えするかって話なんですけど、こうやってこうやってやりながら、ずーっとそこでこう、待ってらっしゃる。で、でもそこで何がすごいかっていうと、その大行列してる中でも、誰かが割り込んだりとか、ね、お前俺ここ並んでただろうとか、そういう争いが起こったりで、お子さんが並んでたりするんですけど、お子さんの前に大人が割り込んだりとか、全然しないわけですよね。みんな整然と寒空の下で待ってる。 しかも怒号とか罵声を浴びせるような人なんか誰もいなくて普通あんな寒空の下で何時間も待たされたらいい加減イライラしてきてね怒りが爆発したっておかしくない状況なわけですよねふざけるなと何時間ここで待たせるつもりなんだと家族の命がかかってんだって言ってみんなが怒り出してもね全然おかしくない状況なんだけども誰一人そんなこと言います我慢強く その寒空の人でこう耐えてるとで1時前ぐらいになってようやく給水車が来て「ああ来た!」ということでみんなにねこうやってペットボトルが配られたり水が支給されていくわけなんですけどここで並んでる何百人の人たち全員に結局水が配られるわけではなくて自分の前で水が終わっちゃったりするんですよね。今日ごめんなさいもうここまでです また明日の昼12時に来ますから、本当にごめんなすって明日ももっとたくさんお水を持ってきますから、ね、説明があったりするんですけど、で、普通だったら、普通外国とかだったらそこで水の奪い合いが起こったって何にもおかしくないわけですよね。ふざけんじゃねえって家族の命がかかってんだよこせって言って殴り合いの暴動が起こったっておかしくないし、そもそも給水車が来た時点で俺のもんだって言って、ね、その給水車を乗っ取ろうとするやからがいたって全くおかしくないわけですけど、 日本人はそこで東北の方はどうだったかというとこの自分の前で水が終わってしまったとしても「あそうかもらえなかったんだ」って「じゃあ明日はもうちょっと早くから並ばなきゃ」って言って背中を丸めてまた避難所の方に戻って行かれるわけですよね。うわどうするんだろうってお水もらえなかったんだって思いながらねそしたらそこで先にお水を もらっっっっった方ととかがちょっと待てててくださいって言ってあのね「うち何人家族ね夫婦2人だけだから水1本ちょっと余分に持ってってください」とか、ね「ちょっとしかないけどうちのお水ねちょっともうコップ1杯分ぐらいになっちゃうけどよかったらちょっと持ってってください」って「あうちの分もちょっともらってってください」って言ってみんんなでで水を分け与える光景があったんですね自分のもらったペットボトルの 500ml の半分を誰かにあげるうちこんだけあれば十分ですから。 ってすごい光景だなと思ってもうね涙流しながら見てたんですけどなんていうう光景なんだろうとで私実はあのー、日本でね日本の日本語学校で教師をやってる、ね、ドイツ人のヨハンっていう親友がいてあの東京に住んでるんですけれどもヨハンにねその震災の後に一度再会したことがあってで彼が言ってくれたんですね。ヨハンはははなあって俺はさって俺さ口では ドイツ民族、ゲルマン民族が世界最強の民族だってやっぱ思ってるとゲルマン民族であることに俺は誇りを持ってるんだとでもね聞いてくれよ俺さ口ではドイツ人最高って思ってるし言ってるけど本音は違うよって本音は日本人にはかなわないって俺思ってるんだって言われてえどういうことって言ったら「いやあのさ東北で みんなが給水車の前に並んでみんなが水を本当に分け合ってる姿とか誰も暴動なんかを犯さずにみんなが整然と並んでる姿とかあれドイツでもニュースでやってたんだよ世界中であの時の日本人の光景ってニュースでやってたんだよと俺それを見た時に涙が止まらなかったなんて人たちなんだろうってなんで水を奪い合わないんだろうこの人たちはって。 なんて日本人って美しい民族なんだろうと思ってあこの人たちにはかなわないなって思った、うん、なあヒロってお前らみたいなすごい日本人はねもっともっとその生きる姿を世界に伝えかっていかなきゃならないんだよなあ分かるかヒロって言われて二人で、ね、涙を流しながらそんな話もしたんですけど、ね、本当に世界から見るとこんな日本人の姿っていうのはなかなか本当になありえない姿。 貴重な稀有な存在らしいんですね、うん、でも何がすごいってひょっとしたらこの私の今この動画を見てくださってるほとんどの多くの日本人の方が私の話を聞いてこう思ったんじゃないでしょうかそりゃそうだろう俺でも奪わないよって誰がそんな暴動なんか起こすかよ俺らだって分け与えるよ私たちだって分け与えますよひょっとしたら結構な数の方が思われたんじゃないですか この感覚こそがすごくてですねこれって世界に出たたら当たり前の姿じゃないわけですよねそういうことを当たり前にこの心の中に思いやりとして愛として持っているこの日本人のような人たちがもっともっと本来のね 自分の可能性を発揮して、まさにこんな YouTube とかを通じて、自分の思いとか自分のメッセージとかを多くの人にこう伝えていくことができたら、もっともっとたくさんの人が笑顔になったり、もっともっとたくさんの人が希望を持てるんじゃないかなって、僕はそんな風に思ってるんですね。なので僕はそんな本当に東北でもたくさんの出会いと学びをいただいて、 改めてあの時に勇気を出して仕事を辞めるという選択をしてよかったなと思っている自分がいます。で私の周りでもですね仕事を辞めない方がよかったなって思っている人って実はすごく少なくて私がいつもねそういうことを書くねあのクライアントさんが相談に来られた時にいつもこう提案することがあって何のために仕事を辞めますか うん、仕事はね、辞めても辞めなくてもいいんですよと。あなたが輝いて生きることが一番大事で、あなたが人生、ね、あなたがあなたの人生の主人公なわけだから、ね、ぜひとも主人公として生きられる道を歩んでほしいと。ね、今の会社に残ってとことんまで成長して頑張ってみようも主人公だし、ね、仕事を辞めて、あなたに一歩踏み出してみるっていうのもやっぱり主人公の道だと思うので、どうかね、自分自身が輝いて生きることだけは忘れないでくださいと。そして、もしよかった で仕事嫌だから辞めようも別に全然悪くないんですけどえもしよかったら今の仕事を辞めて一歩踏み出したらもっとたくさんの人の役に立てるんじゃないかなたくさんの人の笑顔を作れるんじゃないかなたくさんの人の幸せに貢献できるんじゃないかなってちょっとでも思うんだったら今の仕事をもちろん一生懸命やっても人に貢献できるかもしれないけど辞めることによってもっとたくさんの人に貢献できるない 役に立てるんじゃないかって、イメージができるんだったらね、いいんじゃないって。うん。仕事って一つじゃないし、選択肢一つじゃないし、ね。そして、えー、勇気を出してそうやって辞めていった方が、お、もうほ、ほとんどっていうかもう全員ですね。あの時、ひろさん仕事を辞めちゃってよかったです。うん。 ヒロさんに言われて、仕事、本当はちょっと嫌だっていうのもあったんだけど、嫌だ以上に、今の仕事を辞めて自分がもっと輝くことができたら、もっとたくさんの人に笑顔を届けられるんじゃないかって思ったんですって。だから勇気を出して一歩踏み出してみたら、人生、こんな出会いがあったんだとか、こんな場所にいるんだとか、あ、別にやめ、なんであの時、そんなに辞める辞めないにこだわってたんだろうみたいなね、ふうに、こう、すごくね、 輝いた姿をまた自分のお子さんに見てもらってる。ね、なんか一年ぐらい前までだよね、父ちゃん毎日なんか家に帰ってきて、なんかしんどそうにしてるなって、お子さんもこうね、思ってたかもしれないけど、なんかお父ちゃん一年ぐらい前に仕事を変えたらしいんだけど、なんか今すごくキラキラしてるな楽しそうだなって言ってね、夫婦仲も良くなったとか、まさに子供たちに、 自分が大人が輝いて生きる姿を見せられるということが何よりも幸せなんですと言ってくれるそんなこうクライアントさんもいるぐらいなのでねもちろん仕事辞める辞めないよね私自身が結論を出すことはもちろんできないんですけども私自身はあの時勇気を出してちょっとでも今よりも誰かの役に立つ立てるかもしれない道を選んでよかったなって 思います。そして、あなたが誰かの役に立ちたいと思って一歩踏み出すと、え、誰かの役に立ちたいって思いがあるんだったら、ぜひ協力するよ、応援するよって言ってくれるね、そんな仲間に出会えることもあるかもしれないので、ぜひともね、えー、判断基準になるかどうかわからないですけれども、私自身の経験則、そして多くのクライアントさんの人生を応援させていただいたその経験からすると、えー、仕事を辞めることに、本当に、えー、一歩勇気踏み出しても、 何の問題もないと、私は、えー、本当に確信もしてますので、でしたもね、一人一人が輝いて生きていただけるような、そんな応援を私自身もこれからもしていきますので、またあの、人生でちょっと、本当に迷うことがあったら、私自身の学校とか、あるいは私のね、コーチカウンセリングとか、そんなのもお申し込みしていただいてもいいかもしれないですしね、もう一人一人が本当に輝いて生きられるように、これからも応援してます。え皆、ー、さんね、えー、素晴らしい人生にしていきましょうね。 ずっと応援してます。